首の生えてるところからもうきつい毎日。花粉のせいかちょっと涙目になりましたって外出たら、あいもんね、昨日かな、昨日花粉で泣いたなんかもうすんなんかね出てくるんだよね自然とね、うわーってなる、うるおう。そうでみんないろいろそのインスタでいっぱい教えてくれたからちょっと試していこうって思いました。でもなんとか茶とかがよくわからなくて、どこにあるかが、なんとか茶みたいなお茶なのかな多分がどこにあるのかがわからなくて、でも試したいと思います。うん、今も飴を舐めてます。そう、うん、で脱出したい花粉から、うん、脱出したいですね。でも結構花粉症同じ方が結構いらっしゃって、そのインスタのストーリーで見たらなんか親近感親近感がありました。はい、うーんってなる、花粉がすごい。愛のショールームあるある、春の。まあでもやっていきましょう。天茶、天茶、そう天茶、天茶どこにあるんだろう。天茶ってなんか薬局とかなんか名前から薬局みたいな感じだよね。まあ多分そうだよね、多分うん。そんな今日はお絵かき配信でもやろうかな。ちょっとでもね、あでも今日もちょっと15分でごめんなさい。でお絵かきの道具ちょっと持ってこようかな。ちょっと待ってて、お絵かき配信ちょっと待ってね。はいよ、イエイ、持ってきた。しょぼんちゃんとしょぼんちゃんとボールペン、ボールペンにしたけどあれ書けるかな。お絵かき配信をするよ。何の絵がいいかな。あなんか今目についたのがこの子だったのでこの子描きますこの子が今目に入ったからこの子描く。書けるかな、初めて書く初めて書きます。あ丸書けないの、綺麗に。あ書けた書けたってなる。書けました。うーん難しい。うん片目上出来。あーなんかもう片目変になったなんかでもね似てる。ちょっと待ってね、あともうちょいで書き終わる。ちょっと待ってね、ちょいお待ちよ、ちょい待ってね。こんにちは。なんか雨入ってるからさ喋り方ね書けた、似てないかな。じゃん、かわいい。あ声大きかった。かわいい、見て書けた。書けた。ちょっともう一個食べよう。そうかわいい。似てる。ほら、
いや似てないな、こう見ると似てなかった。かけた。おお、 TikTok のあゆちゃん可愛すぎて好きになりましたって、嬉しい。動いてるあゆですね。 TikTok は動いてますTikTok は動いてます。さあ続いて何かあるかな。続いて何の絵がいいと思います？何がいいかな。次何かあるかな。今目に入るもの何かあるかな。今しょぼんちゃん描こうかなと思った。なぞれる場所があったからやっぱやめたなぞっちゃうなと思って、これ描くってあると。なんかあるかな。ないね。ドラえもん、ドラえもんってどんなんだっけ。丸書いてちょん、丸書いてちょん、なんだっけ。この後わかんない。お鍋に芽が出て、お鍋、お鍋に芽が出て、植木鉢、植木鉢。あー、その通りに書いてないや、これ絶対全然違う書き方で書いてる。え、なんか気持ち悪いこの、えなんか変、なんか変な、えドラえもんじゃない。ドラえもんができます。え、こんなドラえもんだっけ。ドラえもんってこんなだっけ。ええ、これドラえもんじゃないのができちゃう。え、ちょっと待って待って待って、ドラえもんってどんなんだっけ。え、ドラえもん、え、待って待って待って、今さちょっとドラえもん忘れちゃってさ、どんな子だったか見て何かが違う。何何何が違う。これが違う何歌がわかんない。誰かさ歌書いてくれません、ここにコメントに。あ、ヒゲがない、ヒゲがない。え、なんかなんだ、どう、何、こ、歌がわからない。丸書いてちょんだよね。そこまでわかるの、その後なのよ。目の半分のところに線がいく。あ、ちょっと一回やってみるね。丸書いてちょん、丸書いてちょん。でも口なんかあんな感じだよね。ちょっと待って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 。ドラえもん目が点すぎる。あ、そういうこと。お豆に芽が出て植木鉢。あ、ありがとう。じゃあもう一回書いてみるね。何かが変だよ。
やや似ただって、よかった。丸書いてちょん、丸書いてちょん、お豆に芽が出て。ちょっと口変えてみるね。口が変なのかもしれない。植木変な顔になっちゃった。エルモみたいな、ちょっとエルモ、ちょっと待って、みんなに早く見てもらいたい。これちょっともう歌がわからない。なんかちょっと愛がつてなくなっちゃった。面白い。え、いやみんな見て、なんかもう今までで一番ひどいかもしれない、これ。もしかしたら。口変えてみたらなんか変になっちゃった。見て、口変えてみたら。やばいもん。いやー、口、さっきの方が良かったね、口。最高。なんだなんだ。もう一回書いてみよう。ちょっと同じスペースに書こう。あ、ちょっとにじんじゃった。ドラえもん、ごめんね。ちょっとちっちゃく書いてみよう。丸書いてちょん。丸書いてちょん。お豆に芽が出て。植木鉢。植木鉢。6月、これわかんない。6月6日はどこに来るの。体、うん。あ、口、こっちの方がなんか似てる。え、でもなんかさ、でもなんかさ、あった、ああいうの見て、言いたいことはわかると思う。みんな似てない、これ見て。面白い、面白いね。ああ、面白い。面白いな。面白かった。もういいか、ドラえもんはさすがに。あ、面白い。何かあります？あとどのくらいだろう、あと何分くらいですか、皆さん。あともう一個ぐらいかな、絵描けんの。15分だとね、そうかな。あ、15分経ちましたってなった。じゃあ、あともう一個絵描いておしまいにしたいと思います。何にしよう。あっち行って、こっち行って、おこっちで6月の感じの方だ。ピカチュウだって。ピカチュウは分かんないな。また奇妙な絵が生まれちゃうかもしれない。ちょっとやってみる。ピカチュウってどんなだっけ。なんか小さい頃描いてたんだよね。でももう忘れちゃった。ピカチュウ、なんか耳黒いよね。あ、なんか近いんじゃない。ちょっと待って待って、いい出来かもしれないよ、これは。足一歩の描き方わからない。笑い
方が変だ。もう笑わないようにしてないと変な人だと思われちゃうよ。完成ピカチュウ。ピカチュウがどんなピカチュウかが分かんない。ピカチュウってどんなんだっけ。でもさ、分かる？ピカチュウじゃない？でもピカチュウだよねこれ。でもピカチュウ、ピカチュウをそんなに知らないピカチュウ、いかがでしたでしょうか。わかる？でもピカチュウじゃないこれ。ピカチュウだよねこれ。もう一回書こう。みんな何かあります？なんかピカチュウって何？ピカチュウってどんなだっけ？ピカチュウってどんなピカチュウ？プチが人って感じです。あ、お鼻と口がくっついてるってこと？うん。どんなだ？あ、ほっぺがないの？ほっぺがない？ほっぺね。オッケーオッケー。他は合ってる？確かになんかそう言われてみればなんかあったよね。目もうちょい大きいか。ちょっと待って待って待って、これやめよう。ちょっと途中でなんか書き換えたらさ変になっちゃった。目が結構つぶら？オッケー。つぶらのほっぺがあるね。オッケーオッケー。待ってー、助けてー。いや、ほんとピカチュウ好きな方、ほんとにごめんなさい。でもよ、ほんとにそんなポケモン知らなくて。ごめんね。はい、合ってる合ってる？ピカチュウ。ピカチュウ。体より顔が大きくはない？あ、じゃあ体の方が大きいの？顔より？ OKOK。 あ、ちょっと待って、変になっちゃった。ごめん、アイなんか全然映ってないね。ごめんね、もうちょい映ろう。髪の毛しか映ってなかった、ごめんね。ちょっと待ってね、書いたら映るね、ちゃんと。ちょっと待って。あ、じゃあこれ書いたらおしまいにするね。そしてごめんね。あ、いいんじゃない、みんな。ちょっと待ってね、今ね顔が描き終わったの。体が大きいね。体が大きいのね。オッケー。え、ね、待って、なんか、え？え？体が大きいで合ってる？え？本当に合ってる？体を、え？え？体が大きいで合ってる？なんか、ものに。これが可愛いね。これにしましょう、今日のピカチュウ。
面白い。こんな感じでしたお絵かき配信でしたちょっと面白いなこれ。ああいうのなんかさ、知らないキャラクター描くって言って面白いね。やろう、また今度やります、また今度。じゃあ今日は一旦おしまいにしたいと思います。楽しい楽しいショールームでした。今日もごめんね、短くて。ちょっと春は短い配信多くなっちゃうかも、ごめんなさい、ごめんなさいなんですが、ちょっと花粉なので許してください、ごめんなさい。じゃあランキング発表を読みたいと思います。13位カモンさん、ありがとうございます。12位プニーさん、ありがとうございます。11位小畑さん、ありがとうございます。10位和弘さん、ありがとうございます。9位 YK さん、ありがとうございます。8位石井哲司さん、ありがとうございます。7位響ちゃん、ありがとうございます。6位チーフさん、ありがとうございます。5位ゆうすけくん、ありがとうございます。4位ひでさん、ありがとうございます。3位さいかちゃん、ありがとうございます。2位翼欲しいさん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さん、ありがとうございました。すごくすごく楽しかったです、今日のショールームありがとうございました。バイバイ、またね、またね、バイバイ。